We are ブレイザー4対0と快勝でしたね、はい、そのあたりいかがですか。あのそうですね、チームとして本当に久々の試合だったので、ちょっと独特の緊張感と自分も久々感もありましたので、もう少し緊張から入りましたね、はい、正直最初は硬かったと思います、はい、そんな中でもディフェンスとしては今日無失点という結果ではありました、はい、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、あの中断期間しっかり準備してきましたし、そこは自信を持ってみんなで戦って、後ろがゼロならいつかチャンスはあると思ってたので、そこにしっかりチームに貢献するようにプレーしてました。リーグ戦初スタメンに加え、今日は夢だったお子様との入場も見られました、はい、どんなお気持ちでしたか。いや本当にやっと夢が叶ったというか、出産前から夢にして、まあ、目標にもしてたんですけど、まあ、なかなか、産後のトレーニングもですし、その後も怪我とかあって、まあ、なかなか本当にピッチにスタートとして出るっていうことは叶わなくて、本当にチームメイトに本当に支えられて、本当に毎日切磋琢磨できたおかげで、まあ、今日のピッチに立てたので、はい、本当にやっとスタートラインだったかなとは思います。きっとお子様にも何かそういった思い伝わったのではないでしょうか。そうですね、でもまだ覚えてない年だと思うので、なんか、まあ、息子がその記憶に残るような年までというか、まあ、やれたら一番嬉しいですけど、まあまあ、何回かねそういったシーンがこれからも、皆さんに届けられたらいいかなと思います。監督の最後のコメントにもありましたが、岩清水選手、鈴木選手、ベテラン陣への期待も監督も大きいかと思います。そのあたり後半戦踏まえてどんな思いに臨みますか。はい、前半戦、まあ、5位という成績で終わってしまってますので、後半戦もう全部勝つっていう強い気持ちを、私とかルミとかがベテラン勢がしっかり支えて、みんながいいプレーをたくさんできるように、そして勝利をいっぱい取れるように頑張りたいです。